ニュージーンズが K-POP ガールズグループとしては初めてアメリカ三大音楽受賞式の一つであるビルボードミュージックアワードビルボードミュージックアワーズで公演を披露するニュージーンズビルボードミュージックアワードに出演決定8日現地時間ビルボードミュージックアワードは公式 SNS を通じてニュージーンズが2023ビルボードミュージックアワード のパフォーマーとして選定されたと発表した。デビュー以来、初めて同受賞式で公演をすることになったニュージーンズは今年、ビルボードのメインソングチャート、ホット100にチャートインした、スーパーシャイと OMG のパフォーマンスを披露する予定だ。ブラミー賞、ブラミーアワーズ、アメリカンミュージックアワード、アメリカンミュージックアワーズ、アマス。 とともにアメリカ大衆音楽の三大受賞式の一つとして選ばれる、ビルボードミュージックアワードでパフォーマンスを披露した K-POP グループは、BTS、防弾少年団が唯一だ。ニュージーンズは、K、K-POP ガールズグループ初であり、男女を合わせて K-POP グループとしてはデビュー後、最短期間1年3ヶ月で、ビルボードミュージックアワードのパフォーマーとして選定された。ニュージーンズは今年、 ビルボードチャートで大活躍した。今年7月にリリースされたセカンドミニアルバム、Get Up! で、K-POP グループの中でデビュー後、最短期間でメインアルバムチャート、ビルボード200、1位を記録し、ホット1 0 2 5曲、OMG、ビットスーパーシャイ e t a Cool with You をチャートインさせた。世界200の国、地域を対象にした、グローバル200、 チャートでは3曲、OMG, ビ i t スーパーシャイ、を O, ローバルアメリカ除外、チャートでは4曲、OMG, ビ i t スーパーシャイ、ETA, がトップ店内にチャートインした。このような成果に後押しされてニュージーンズは、2023ビルボードミュージックアワードで、トップビルボードグローバル、アメリカ除外、アーティスト、トップグローバル系ポップアーティスト、トップグローバル系ポップソング、 トップ k ポ p o p アルバムの計4つの部門トップグローバル k ポ p o p ソングの複数ノミネーションを含む計5つの候補に上がり最多ノミネートを記録する k p o p アーティストとなった特にトップビルボードグローバルアメリカ除外アーティスト部門では k p o p グループとして唯一ノミネートされテイラー・スウィフトテイラー・スウィフトエド・シーランエド・シーランザ・ウィーク・エンドザ・ウィーク・エンドバッド・バニー ババッドバニーーなど人気アーティストと肩を並べる2023ビルボードミュージックアワードのパフォーマーと受賞者発表は今月19日にビルボードの公式 SNS を通じて確認できる。